上の由美さんの挑戦はうまくいくんでしょうか。毛の少ないものを多く見せるとなると、ある程度やっぱり髪を短くしなければいけない。なんでかっていうと、髪が長ければ長いほど髪の重みで余計こうペタンとしちゃうんです、もうすべてボリュームをアップさせることを今日は重点的にやりたいと思います。その後切りやすくするためにバツと短くしてるだけですからね。こんなに切っちゃいました。やっぱり泣きそうになってる。さあいよいよ肩のラインで髪の長さを切り揃えます。ボブに近ければ近いほど髪の毛のこう重なりが多くなるわけなんですよね。その重なりによってボリュームが出るっていうことなんですよ。じゃあ一番の要はグラデーション。そうです。細くて少ない髪の毛がどんどんと切られていきますが、さっき撮ってもらったことは全然違いますよね。本当だって、ここさっき地肌見えてましたもんね。今日ももらっちゃいました。これぞプロの技。表面の毛はこう動きがあって、下の方も結構いろんな長さありますね。そうですね、これが段なんですよ。少しこう丸みを持たせるためにこの少し段つけて。ああ本当、ここで厚みが出る。そうです。今までの自分と比べるとどんな感じですか。ああこんなにあったのかなってなったんですよ。さらにふわっとした感じを出すために大きなロッドで内巻きパーマをかけます。すると大丈夫ですか。これパーマ、パーマかかってるんですか。これこのぐらいの緩いパーマでないと、多分ご自分ではできないと思うんで、もう自然に打ち巻きですよね。あ、本当だ。あ、喜んでる。ここでつむじが気になる人のブロー法を教えましょう。つむじがありますよね、で、こういうところっていうのは非常に分かりやすいんですよ、で、こういうところを割れないようにするのはある程度濡れてる間からまず最初にブローするんですよ。その時のポイントとしてはあまり立ち上げないでこう潰すように潰すようにブローしてやる。あとはもういろんな方向にこう溶かすような感じで。最後に涌井さん風さりげない前髪のカットで出来上がり。どうです？涌井さんっぽくなったでしょ。